はい、どうも、ごめんです。さあ、本日はですね、こちら、ヒカキン降臨に、ヒカキン4体で挑むというのをやってみたいと思います。ちょっとね、育成が間に合わなくて、自前では用意できなかったんですけど、これは自分のヒカキン、ダック極みタスカン、運極2回言うた。レベル極み運極タスカンですね。で、同じく、借りたキャラクターの方のヒカキン。そして自分の2体目、運極ですが、レベルは58。そして、同じく、フレンドの運極のタスは振り切ってないという、運極ヒカキン4体でヒカキンに挑んでみたいと思います。友情がね、ホライゾンレーザーで、ホライゾンレーザーでしたっけ？ホライゾンレーザーですね。横に出るやつなんで、とにかく、敵の左右に入らないと、友情は全く意味がないですね。で、ワープが、出てきますが、誰一人ワープじゃないですね。ヒカキンのステータスというかアビリティは、水耐性、そしてゲージがダメージボールですね。で、友情が、レーザーなんで、このね、レーザーバリアがね、ワープの子についてるんですよね。だから、直殴りで早いこと倒していきたいんですけど、友情が通らないんで、なかなかしんどいですよね。で、SS が、爆発なんで、とりあえず、なんとか SS を温存しながら、最終ゲージまで持っていきたいんですよね。まあ、道中打ってもいいんですけど、溜め直しながら、いけたらなとは思いますけど、やっぱり攻撃力も低いですし、低いですしとか、まあ別にね、何にもね、キラーもなければ属性の相性もない等倍なんで、そこまでダメージが通らないんで、単純に、削りきれない可能性が非常に高いんですよね。ヒカキンさん、とりあえずね、攻撃力はそこまでないです。で、中ボスの間は、ドーンとかも確か基本的にはないはずなんで、多分まあなんとかなると思うんですね。ただボス戦に入ると、急ターンで、全体にイカズチが飛んでくるんですよね。で、ちゃんと把握してないんですけど、あれがもう即死級なのか、まあ8万ぐらいのダメージで実はヒットポイント全開とかなら耐えれるのかっていうのは、ちょっとまだというかね、もうクエスト終わっちゃったんですけど、ちょっと把握がしきれてないです。やっぱりね、普通に周回する、パーティーで周回する分にはそこまで細かくこと気にしなくても、普通にクリアできるんで、ちょっと気にしなかったんですけど、どうなんですかね。あとこの中ボスバトル2のヒカキンさんの右のでかい数字は大丈夫なのかな。まあさすがに即死はないでしょう。
さすがに、ないでしょ。7ターンでそんなことないですよね。ただまあ、それなりに、ターン数稼いでというか、ターン数経ってからの攻撃なんで、そこそこのダメージは、来るんですかね。あー、このね、ジェジェジェを倒した時に出てくるのが、ロボットか、ダメージウォール出してくる猫ニャンなのかのどっちかなんですけど、ロボットやとやっぱきついですよね。マインがないとダメなんで、でも普通ね、マインなんか連れてこないんで。そうか、右の数字は、エヴァキャラのマリの、上にババババっていくやつみたいなやつが飛んでくるやつですね。あれなんて言うんですかね。100発散弾銃みたいなやつ。あれが飛んでくるんですね。さあ、なんとかね、ボスまでは来ましたよと。で、この右の急ターンを食らうと、多分、即死すると思うんで、とりあえず、早い段階で、ボスを倒しきりたいんですけど、ロボに邪魔されましたね。これ普通に殴ってても多分削りきれないですね。 SS 打ってため直しかな。上がれ。ホライゾンレーザーがやっぱりそれなりにダメージソースになるので、ここは SS は使わずにいけそうですね。ただ全員運極なりにはハートわかへんな。バイ。ああ、できないですね。難しいですね。どうしようかな。まあ、ハートわかへんわけではないけども、場面場面ですよね。やっぱさっきみたいなもう全然なんとでもない時に金波が2個出たりとか、やっぱそういうのは、勘弁していただきたいですね。まあね、一応やっぱね、ハートはさすがに、それなりに湧いてくれるとは思うんですけども、地雷は辛いなぁ。ダメ男の子が良かったなぁ。まあ、スピクリはもう全然無理そうなんで、とりあえずクリア優先ですね。地雷が2673食らえますね。なんで、あまりその地雷を受けすぎたり踏みすぎたりするのも良くはないけど、とりあえず、緑はどうかなー。いやー、きついかな。一発撃ちますか、とりあえず。ブンブン、ハローストライクシャット。思ったよりダメージいかないですね。上のジェジェがやばいな。全然削りきれんな。やべえ、もう一発撃つか。あー、ワープ忘れとった。やらかした。
びっくりするがレーザー防がれる本で。あー、やられた。やられましたね。いやー、下手くそでしたね。まあ、ワープを忘れてたっていうのが、まあ、痛いですけど、まあ、ハートが出なかったっていうのも辛いとこですよね。やっぱね、3ターン4ターンハート出ないとかなりきついですから、やっぱりチビハートでも出てくれないとっていうのはあるんですけど、いやー、無理でしたね。コンティニューはもちろんしません。いやー、いけるかなと思ったんですけどね。なんとか、黄色まで持ってけば、ワープ残して SS 貯めて、4人全員で、デジャを倒さないようにして、順番に倒していけば、多分いけたんですよね。いやー、もう一回読みたいですけど、もうね、日付変わっちゃって、降臨は終わってしまったんで、次はもう二度と来ないのか、はたまたかなり先に来るのかちょっとわからないですけども、もしね、また次ね、来ることがあれば、同じパーティーで挑めたら挑みたいと思います。言うてね、2体は、タスカンできてないんで、なんなら1体はレベルもね、マックスじゃないんで、もうちょっとね、強化された状態で次は、もし次の機会があれば挑めると思いますんで、本日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。